始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。今日も一緒に共に学んでいきましょう。ということで本日のお題は、人違いは出会いのきっかけ。こちらを今から読んでいきます。私は以前デパートで友人かと思って話しかけたら人違いだったことがありました。後ろ姿がそっくりだったのでてっきり友人かと思ってしまいました。話しかけて振り返ると全く違う人。すみません、人違いでした。間違いに赤面してすぐ謝ってその場を立ち去ります。しかし不思議なご縁があり、またその人と違う場所でばったり会う機会に恵まれました。人違いで話しかけた時に一度面識があるので二度目はとても話しかけやすい。ちょっとした間違いから出会うこともあるのだなと思ったものです。またある日知らない人から突然メールをいただいたこともあります。どうやら単なる間違いメールのようです。メールアドレスが似ているために間違って私にメールを送ってしまったようです。その間違いメールがきっかけになって知り合い、メールのやり取りを始めるようになったこともありました。出会いのきっかけはいつどこにあるのか分かりません。時には間違いがきっかけで出会うことになり、時には親しくなることもあるのです。今日の格言、人違いを出会いのきっかけに変える。なるほどね。人違いね。あるね、たまに。はぁーみたいな感じでリアクションって、おーみたいな、全然違うみたい。めっちゃ似てる人とかもたまにいるからね。かといってそっから、いや自分の知り合いにすんげえそっくりで声かけちゃいましたっていう展開にはなかなかならないかな。ま、話のきっかけになればいいかな。はい、ということで蚊に食われてかゆいのでこの辺でおしまいです。さらば。